今回はロングヘアの宿毛矯正の説明をしたいと思います。こちらビフォアの状態で大きくうねる髪質ですね。顔周りも癖が強いです。すでに一剤の方が終わっており、流した状態でここでモモンガミストコート、こちらをつけてから乾かしてアイロンを入ります。一剤はですね、根元の方は還元濃度はちょっと強めなんですが、中間から毛先に関しては pH が3の還元濃度がちょっと低めのですねものを使っております。ロングの場合ですが、ちょっと時間の兼ね合いもあってアイロンは僕は2台使います。こういう場合はダブルアイロンしていきますね。はい、シェイクアイロンをしながら水分を飛ばしながらやっていきます。モモンガミストコートをつけて一度仕上がりの具合を見ます。ここでうねりが強く出るのであれば、もう一度ですねちょっと乾かしてみてうねりの状況を見ます。で、今回ちょっと強いポイントだけもう一回ちょっとセカンドのアイロン入ってますね。まあ、ここで毛先のパサつきの状況だったりとかを見ながらセカンドのアイロンをポイントだけ入れてきます。でシャンプー台で2剤をつけた後にそのまま根元のリタッチ、白髪染めを入りますね。僕はカラー剤で2剤の代わりにするってことはあんまなくて、一度矯正は矯正で2剤をつけて終わらせます。はい、これが乾かしただけの状態ですね。こんな感じでナチュラルに柔らかく仕上がっております。これアイロンは一切入れてない状態でこのような仕上がりですね。はい、で最後にちょっとカットしてます。はい、前髪の方をリフトしながらカットして、これはサイドチェンジという技術なんですが、トップだけレイヤーをちょっと入れてます。反対側に、サイドを移行して、カットする方法ですね。これは中のトリミングです。インナーのトリミングで、髪の毛が収まるような感じに、中の方をダイバルタンという特殊シザーを使いながらですね、ちょっと毛の重なりをきれいにしているような感じです。でこれはボディラインに合わせて、肩のラインですね、肩のラインで、合わせてですね表面のトリミングをしてより収まるようにボディラインに合わせた収まりを作ってます。このような感じに体のラインに合わせて、曲線に合わせて、ダイバルタンという特殊シザーを使いながら収めていくのが、まあ、僕のロングの場合のやり方になります。はい、これはバーコード上に引き出して、縦の軸ですね、縦軸のところのトリミングをしている状態ですね。これがアイロン入れてない自然に、乾かした状態の仕上がりになります。